おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？昨日でしたかね、テレビで紹介された詩がありました。私が一番綺麗だった時という詩、まあいろいろ考えさせられました。時間は戻ってこないんだなとか、まあとにかくそれをこう通過しながら考えさせられること、心に残ったことを書き留めておくこと、まあいろいろ大事なことなんだなと思いました。私が一番綺麗だった時というし、私が一番綺麗だった時、町々はガラガラ崩れていって、とんでもないところから青空なんかが見えたりした。私が一番綺麗だった時、周りの人たちがたくさん死んだ。工場で、海で、名もない島で、私はおしゃれのきっかけを落としてしまった。私が一番綺麗だった時、誰も優しい贈り物を捧げてはくれなかった。男たちは挙手の礼しか知らなくて、綺麗な眼差しだけを残し、皆立っていった。私が一番綺麗だった時、私の頭は空っぽで、私の心は固くなで、手足ばかりが栗色に光った。私が一番綺麗だった時、私の国は戦争で負けた。そんな馬鹿なことってあるものか。ブラウスの腕をまくり、卑屈な街をのし歩いた。私が一番綺麗だった時、ラジオからはジャズが溢れた。禁煙を破った時のようにクラクラしながら、私は異国の甘い音楽をむさぼった。私が一番綺麗だった時、私はとても不幸せ。私はとてもトンチンカン。私はめっぽう寂しかった。だから決めた。できれば長生きすることに。年取ってからすごく美しい絵を描いたフランスのルオージーさんのようにね。という詩。なんか時代がこうね、浮かび上がってくるような感じがしますよね。そしてその時代をやっぱり忘れてはいけないのでしょうし、今現在戦争という状況がこの国にないとしても、同じように心がすさび、なんか滅法、寂しかった、めっぽう寂しいという人もたくさんいるように思うんですよね。何ができるかってなかなかわからないですけれども、でも今がきっと一番綺麗な時、今が一番若い時ですから、大事に大事に生きていってほしいと思います。深呼吸をしながらぜひぜひ元気に、もしかしたら出来事を書き留めて、あるいは思いの丈を書き留めて、前に進んでほしいと思います。良いになりますように。夜明けの光訪れて、昨日は過ぎて行きました。神様から託された今日という日を歌いながら、祈りながら歩み続けよう。思いはずらい抱えつつ、明日のことを悩むより、神様から託された今日という日を歌いながら、祈りながら歩み続けよう。
ました。神様から託された今日。